よっしゃ、行こう。必須事項まとめ。1A は48、えー。今回は07番。必要条件、十分条件っていうのになります。以前これは取ったやつなんですけど、まあちょっといろいろ不備があって、えー、無理やりくっつけたりなんかして、えー、それでおかしくなったこともあって、取り直しってことになります。構成はこんな感じ。はい。まあ論理のね、えー、2つだけ。07番最初の方です。問題行こう。えー、問題、次のクーラーに入れるものとして最もふさわしいもの。1から4の中から選びなさいっていう非常によくある問題。で、それでね、4問やってみようと思うよ。 でね、えー、それを行く前に、まず最初、用語を言っとかないといけないよ。用語っていうのはね、二、えー、つ。まず、命題というやつ。これは数学的に正しいか正しくないか明確に決まる分野、式、主張のことを言います。 で、条件っていうやつは、えー、変数を含む分野式のことって書きましたで。その変数に値を代入すると命題になって真か偽かが決まります。どんなんか言ったら条件っていうのは x1 より大きいとかね、こうやって例で書いてみたけど、えー、ここの x に2を代入すると2は1より大きい、数学的に正しいっていうふうに決まるから真。でも、えー、x0 を代入すると、えー、それは誤っているから偽と、ね、いうことになります。 で、次のこのスライドがね、これが一番大事なやつ。うん。こよく押さえとくといいよ。二つの条件 PQ というのを満たす集合、大文字 P、大文字 Q で書いたけどね。そういうのを考えます。で、一般にその二つの集合 PQ っていうね、空集合じゃないとすると、えー、その方眼関係というね、まあまあ、その2円の位置関係と思えばいいよ。それがね、次のご通りになります。最初は Q がこうすっぽり入っている。今度は P がすっぽり入っている。PQ 二つのが一致している。 それから、まあ、こういうのはよくあるかもしらんけどね。一部分が重なっている、重なっている部分はないと。まあ、こういう5つのね、状態が考えられるわけよ。で、その時に、どういう風に言うか。うん。P は Q の必要条件であるとかないとか、こういうのを今からここに埋めようと思ってんね。で、から、P は Q の十分条件であるとかないとかも同様に埋めようかなと思ってんね。うん。でね、必要条件っていうのを考えようと思うんやけど、これはね、わかりにくかったらね、日本語で言葉を補えばいいよ。 そう。p という条件。条件 p は条件 q の必要になってくる条件やねんけど、とりあえず必要になってくる条件。ね、あるいは最低限必要になってくる条件。とか、そんな風に補えばいいよ。そうするとね、こんなやつなんかどうこの大文字 p は集合で書いてんけど、これ小文字 p という風に考えればいいや。ね、そうすると、p は q 満たすのに、とりあえず必要になってくるねん。とりあえずここ入ってなきゃいけないっていう風になるわけだね。 だからこれはね、P は Q の必要条件であるというね、そういう言葉を書こうと思ってね。はい、ある。うん。あとそれからね、こっちも実はそうやね。PQ2 つ一致してるのも、P というやつはこうね、Q を満たすのにとりあえず必要になってくるっていうやつやね。これもね、必要条件であると。他はね、ない。そうじゃない。P は Q 満たすのにとりあえず必要かって言ったらそういうわけではない。 これは P のが幅広いか、一致してるかっていう時に、こう緑のね、必要条件であるという言い方をすんねこれはもう違うもんね、えー。とりあえず必要になってくる条件かって違う、違う。十分条件の方も、えー、言葉を補えばいいね。P は Q 満たすのに、えー、もう十分限定みたいなね。そう日本語を補うと分かりやすいよ。そうすると十分限定やからこうね、P が一部分になっているっていうことで、例えばこれ。あ、そう。ね はい。だから、これは P は Q の十分条件であるということ。あと、それからね、一致しててもいいよ。これもね、十分条件っていうふうに言います。なのでね、えー、この、1、2、3、4タイプっていうのを押さえるっていうのが、まあ、それがね、まあ、本物のね、問題、選択肢から選べっていうふうになんねで、それをやね、進化、技科で書いてあげるとやね、一番下になんねねこれは、P ならば Q っていう命題。それが進化、技科っていうのを考えてんね でもね、えー、これね、えー、P やったら絶対に Q かっつったらそういうわけじゃなくないうん P ならば、えー、Q っていうのをそれは P に入ってたならば絶対に Q に入ってるかって言ったらこんなとこなんか P に入ってるけど Q に入ってないやんかだから P ならば Q に入っているっていう命題は偽というのはなんねん正しくないだから×って書いた、えー、逆に Q ならば P っていう命題 Q に入ってたら絶対 P に入ってるかって言ったらあそうじゃない これね。例えば Q に入ってたらえ、どこだったとしても絶対 P には入ってるやんか。だから、うん、これは、この命題は真っていうふうになんね、うん。だから、えこのね、 タイプっていうのは頭に入れとくといい。なのでね、一番考えやすいのは、こういう風に問題文で、P ならば Q、Q ならば P っていう二つの命題考えてあげて、そこに進化偽かをこうね、丸抜で省略して書いてね、それは正式な書き方じゃないんやけど、そういう風にして考えると、すぐこうね、P は Q の実用条件であるけど、十分条件でないとか分かったりするわけ。ちょっと次も行ってみるじゃあそれはね、こういう状態。うん。P ならば Q っていう命題は進化偽か p に入ってたら絶対 Q に入ってるよね。これね。だから、えー、まあ赤つけてもね、ここ、p やったら絶対9の中やから、だからこれは真っていうのになんねん。うん。逆の命題、9ならば p っていうやつは、それは偽です。だって赤のツが、こんなとこやったら、9、ね、ならば p に絶対入ってるかって言ったらね、こういうね、えー、ダメな例っていうのが出てくるやんか。だからこれ、偽、ね。うん。はい。なので、 こういうね、丸抜分布の時は、えー、こういう P は Q の必要条件でないけど、十分条件であるっていう、そんなんなんだよね。じゃあ、三つ目のタイプ。これは P ならば Q かって言ったら、P ならば Q に入ってるし、逆の命題 Q ならば P っていうのも二つの赤一致してるから、ね。だから、これは両方とも C と C っていう風になるん、ね、これ二つのね、表す内容一緒になるから、こうやって双方向の矢印で書いたりして、同値って言ったりするんだよね。 でこれはね、もうね、違うやつ。p ならば q か、q ならば p かって言ったらね、えー、違いますよ。ギギというね、そういうやつです。これを押さえとくっていうのが、まあ、この問題の全てです。うん。もう一回行こう、えー。必要条件、十分条件でね、理解するといいよ、うんえー。p は q 満たすのに、とりあえず必要になってくる条件。うん、十分条件っていうのを言葉を補って、p は q 満たすのにも十分限定された条件。それで、えー、この緑のところすぐ図に こうわかるかな ?P は Q 満たすのにとりあえず必要やからこう幅広くカバーね。P は Q の十分条件であるっていうこっちは P が一部分ね。ねなるほどね。うん。はい。で、下側で書くと丸抜分布はこういうふうになんね。Q ならば P っていう命題は真です。こうね、Q に入ってたら絶対 P に入ってる。ね、うん。でも P に入ってるからって言って Q に入ってるとは限らない。上の方の矢印、その命題の真偽は偽です。 はい、こっち側もそうね。え、P に入ってる、入ってたら絶対 Q に入ってる。ね、ここね。で、も逆の命題 Q, Q にあったら絶対 P に入ってるかって言ったらそういうわけではない。はい。で、このね、やつを抑えるっていうのが大事。昔ね、長島のね、上司がね、なんかすごいね、ボキャブラリーのね、豊かな人でね、いろんなね、こうね、何回のうが口から出てくるのよ。ね。でね、えー、怒るときにこういうことを言うんやんかね。ね。例えばね、いか、お前にやってる仕事はだな。怒るわけ。ね。必要条件にしか過ぎないんだ。 なんか怒るわけ。ん、ね、まあ、こんな顔したらね、こんなのね、火に油注ぐようなもんやからね、えー、まだそんな顔もできないわけよ。でも一応これ分かってんねんけどね、いや、あの仕事と、あの仕事が、えー、っとー、とかなるわけよ。まあ、いっか、とりあえず謝っとけ、みたいな感じでね、えすいませんでした。って言うねんけどね、この下向いた状況でね、んん ね、んみたいなね、えー、いう風になってね。よくわかんないなぁ、ねうん。まい、あ、未だによくわかんないけどね。えー、まあこんな感じでよく怒られたもんです。未だによくわかんないんだけどね。はい。まあそれは、それはそう置いといてね。えー、ここにね、少し吹き出して書いてんけどね。うん、PQ のこのね、方眼関係っていうの集合で書いたけどね。ちょっと形変えて、条件 P と条件 Q、数直線になった時も一緒やよ。ね、Q の方が一部分になってんね,ね。P の方がこう幅広いんやね。 これ見て緑の、あ、P は、A、Q 満たすのに、とりあえず必要っていうね。そういう言葉がすぐ出てくるとはいいな。十分の時は書いてないけどね。うん。だこれが形変えて、数直線とかになっても一緒ですよっていうのをちょっと押さえとくといいです。はい。こんだけできたらね、えー、最初はね、この、ね、丸ツのね、この分布でやね、それですぐ答え出るから、じゃあちょっと問題行ってみよう。いよいよ一番行こうね。 はい。1>, 1万いく。X0 以上であることは1未満であるための何ですかっていうこと。うん。こういうね、2つの命題考えるといいよ。P ならば Q、Q ならば P っていうね、命題。進化、偽かをね、書いてみるといいよ。はい。で0以上やったらこんなルート X1。1とかどっから出てきてんってなるやんね。うんな、これね、満たさないやんね。でもね、これが満たすならば、これはルートの中に X があるから、絶対0以上やんか。じゃあこれは進化っていうふうになるわけ。 で、この×丸分布っていうのがえ、これ見たらね、P は Q の必要条件であるけど、十分条件でないっていうふうになって、これなんでね。ねこの、バ×分布っていうのを頭入れといて、えそれで、必要条件であるっていう、まあ、どっちかだけ頭入れとけばいいや、ねうん。そしたら十分条件でないっていうふうになるから、だからえ、これを見て必要だというふうに認識ができればいいや。そしたら答え選べるから。 同じように、こっちもね、この×丸分布、バ×分布見て、えー、十分条件であるってどっちかだけ頭入れとけば、もう一歩は違うから、だからそうやって2番とか選べたりするよ。はい。なんで、ここは少し頭入れといてもいいかもね。これ見て必要やけど十分じゃない。そういう風に頭入れとくと早いかもしれない。もうちょっと行こう。えー、実はね、えー、今後入試においてはね、ここは問題文になることが多いのよ。条件9の方。 で、この問題文解こうと思って、えー、条件 P であることは問題文の何やろうみたいなね、そういう流れになることが多かったりするね。で、えー、実はこれは答えはね、必要条件であるんやね、P っていうやつはね。うん。それはね、ベン図に書いてみたらね、まあ、これちょっと条件やねんけどね、書いてみたら、えー、そしたら、Q っていう問題文を解こうと思った時に、まずルートの中やから X0 以上がいるやんか、必要になってくるやんか、 ね。まあ、必要条件っていうことやねんけどね。で、その時に2乗して X1 より小さいっていうふうになるやんか。そしたら、えー、ここの斜線部からこっち側は幅広くカバーしてるよね。必要条件になるやんね。うん。まあ、それはさっきのね、ベン図と全く一緒の話やねんけど、えー、幅広くカバーしてますよっていうふうになんねんけれど、えー、実際に、えー、問題解く時にこういう連立方程式みたいなの考えた時にはね、この1行はね、これはね、必要条件になってくるねん。 だって問題解くのに必要やもん。ね。まあこれとね、これ解くのにね。これ必要やんか。で、これも必要条件やんか。必要条件っていうのは連立方程式の一行書いたに過ぎないというふうに思っとくといいよ。だからこれ必要、これ必要。でもう十分書き切ったらもう十分って言って、必要十分っていうふうに把握しとくといいよ。そうするとね、一行書いてね、これが必要ってなった時にね、必要って書いたら逆にっているんですかなんて質問はしなくなるから。 これ必要やから書いてんねんって。それだけでいいやんか。これも必要やから書いてんねん。もう十分書き切ってん。ぐらいな感じで把握するといいです。だから今後ね、入試問題こういうのがあってね。えー、とりあえずっていう言葉書かないことが多いけど、えー、X0 以上が必要って書いたりすんねん。それはこの1行考えただけ。2番いこう。2番はね、問題文こうやけどね。えー、こいつは、 うん、これはね、えー、またね、こうやって矢印をね、二つの命題というのを考えて、えー、それで審議を考えると、実は両方とも義になるんやね。で、その、えー、義になる、えー、ダメな例というのが判例というやつで、えー、例えば、XY はこうあんねんけどね、これ二乗するっていうのを考えたらね、片っぽ封にして片っぽ正にしとけばいいわけよ。例えば判例でね、X が2でね、Y がマイナス3にしたらこれは満たすやんか。でも二乗すると、えー、4と9になって満たさないやんか。だから義ですよ。正しくありませんでなんねん。 逆の命題。p ならば q っていう方も判、えー、例があるやんね、えー。9で4やけどね。S、でも x の方が小さいやんね。なので答えは必要条件でも十分条件でもないっていうふうになんね。3番行こう。3番はこうあんねんけどね。この条件 p の式が複雑なのよ。で、えー、こっちもよくわかんないけどまずこれをね同値変形っていうのをしようと思うねんね。えー、これを全くね、えー、同じようなものに言い換える、ね。少しシンプルにしてからこれとこれを見比べようっていうそういうふうにするといいと思うね。 はい。考えにくい。アスタリスクの形シンプルじゃないから。だからアスタリスクを同値変形してわかりやすくしましょうっていう風にする。で、イコール0にすんねんけど、積の形になるとどっちかが0かどっちかが0っていう風になるから、だから因数分解をするわけやね。うん。はい。じゃあ、X の式という風に見て、Y は係数という風に思って。 で、えー、それで、うん、整理をし直すんやねそしたら x1 または y イコール1ってなるんやけれどベン図で書いたらこうなんねんけれどよく考えたらねこれ同じこと言ってんねんね少なくとも一つが1やねんねなので、えー、必要十分条件であるというふうになりますさあ最後4番いこう4番はね、えー、こういう問題やけどねうん、実はここのねまたはっていうところが注目やね はい。そのまま考えてもいいねんけどね。またはって言ったら考えにくいわけよ。で、どういうふうにするといいかって言ったらね。えー、待遇というやつを考えね。待遇はね、逆と裏を両方やるってこと。逆っていうのは右左逆にすることね。えー、仮定と結論を逆にする。p ならば q っていうのを q ならば p にする。うん。裏っていうのは裏返し。ね、えー、条件で言えば条件の否定、ね。そうじゃないところっていうのを考えるっていうね。その両方やるっていうのが待遇やね。これでね、真と疑が変わらないんやね。で、どういうことかって言ったら、この条件の否定っていうのを考えね。 そうすると、えー、集合に関するドモルガンの法則っていうのを知ってると思うけれど、えー、集合に関するんやったらこうなんてこうなんでね。で、これの補集合っていうのを考えるわけよ、ね。そうやって真ん中をね、ハサミパーンと入れると、えー、びっくりして真ん中のお茶碗がひっくり返るっていう、そういうね、結論になってるわけよ。こういう。ね。これを実は条件でも成り立って、えー、それで、うん、1以上にしてあげるんでね。で、または、勝に変わるんやね。で、1以上にするんでね。 で、そうやって否定の条件考えて、えー、それで逆をやるからそれを前に書くんやね。で、こっち側も2以上になって、それで逆やから右側に書くね。これで丸抜を考えんね。ねまあ、日本語で書いたらこうね、同じ。シューッと下ろしてきて、シューッと下ろしてきた。ね、うん。まあ、日本語で書いてもいい。じゃあ丸、丸抜の分布っていうのを考えると、えー、1以上、1以上やったら、それは足して2以上やろうってなるけれど、2以上やったら1と1とは限らないやんか。 だから、こっちは×になる。そういうことなんだよね。で、この丸×分布が、この丸2番になるわけ。ちょっとわかりにくい人は、何枚か前のスライドをね、えー、見てもらったらいいけどよね。うん。はい。もしくは、えっ、ー、と、領域というのをね、数2で習っている人は、領域でもいい。この1以上かつ1以上っていうのは、ここの、ここかつここになる,なるわけね。で、x たす y2 以上っていうのは、このピンクの線以上になるわけね。 そういうふうにすると、さっき書いたような P と Q のね、ベン図になるからね。それで考えてもいいよ。P っていうやつがえ Q の一部分になってるからえ、だから十分限定っていうことで十分、こうやって出てくるから。そういうふうにして考えてもいいです。まあ、今回はね、こうやってね、えー、電子黒板ので全部やってしまったよ。まあ、黒板なんもなし。やけど、非常に大事なところやから、よく押さえておくといいかなと思います。まあ、現に長島もね、以前ね、撮ったやつね、ちょっと首があったからね。うん、まあそんなんでねえ、きちっとね、正しいのを、 慎重に考えていただいたらいいかなと思います。お役に立ったでしょうかうん。ということでね、引き続き、まあ、大変な仲やけどね、うん、ちょっと一生懸命取っていこうと思ってますので、うん、応援の方よろしくお願いします。はい。では次の動画もただ呼びでありがとうございました。